こんにちは。ネンドロイドプラス艦隊コレクション第3艦隊買ってまいりました。ラインナップはこんな感じ。長門、陸奥、霧島、比叡、ゼカマシ、雪風と、なんと鏡文字でも読めました。そんだけ艦これやってるのかっていう、いや最近そんなあんまりなんですけど、金剛が落ちちゃってからモチベーションダメですね。やっぱもうダメ。今回欲しいのは当然ゼカマシ、ゼカマシ一択でいきますよ。連装砲チャレンジ、連装砲チャレンジも修理したい。暁の水平線に勝利を刻みなさい。うわっと、でも可愛いじゃんこれ。金剛違う、比叡か。金剛いないって、そもそも比叡だ。比叡買いにやな、これ。どっちかっていうと買いにの方の可愛さを持ってるな。超可愛い。お姉様もなんなんなんみたいなこと言って、金剛お姉様もみたいな、可愛い可愛い。いやー可愛いな、やっぱ、混合型はみんな可愛いっていうね、鉄板ですよ。うわーすげーよくできてないこれ。え、これいくらっつったっけ。ヨドバシで510円。え、すげークオリティ高い。さすがのグッスマ、ネンドロイドプラスグッスマクオリティですね。やばい、超出来、可愛すぎんだろこれ。いや細かいし、いやすげーな、さすがに。じゃあこちらね、ストラップ掛け力にかけてみましょう。はい、そんなわけでやってまいりました、ストラップ掛け力くんです。またね、カンコレは右上って決まってるんで、ヒエちゃんもこちらにやってまいりました。これなんだ、お、北上さん違う、大い、大いっちでしたね。大いっちもいます。いやー春菜とヒエ、まさかの混合型が2体。いや夢の共演やな。混合お姉様が必須やなとは。そんなわけでラバーストラップコレクション、艦隊コレクション、ストラップ第3艦隊よりヒエちゃんが出ましたっていう、そんなところでした。楽しんでいただけてると嬉しいです。また会いましょう、バイバイ。最後まで見ていただいてありがとうございます。このチャンネルは365日毎日動画を投稿しております。なのでチャンネル登録はまだお済みではない方、ぜひチャンネル登録をお願いします。この画面の下にあります概要欄、こちらの方からチャンネル登録お願いします。この動画に関係する動画や、似た動画などのプレイリストもたくさん貼ってあるんで、よかったらその他の動画も見てください。ではまた会いましょう、バイバーイ。